生新女終身聖堂町の様子町の様子線ぐじゅ、荒井与安聖堂線ぐじゅ荒井与安、聖堂市場クルジャリ、または、カルジャリは、ブルガリア南東部の町、および、それを中心とした、基礎自治体。クルジャリ州に属し、その州都である。ロドピ山脈の中にあり、町の近くには、クルジャリダムがある。クルジャリは、ロドピ山脈西部の低山地帯にあり、アルダ川の両岸。 西はクルジャリダムから東はストュデン・クラデネツダムまでにかけて広がっている。町はブルガリアの首都ソフィアから南東に260キロメートルにある。クルジャリ周辺の地方には新石器時代から人が居住していた。陶器や原始的な道具類などの遺物が考古学的発掘調査によって見つかっている。それらの多くは地元の歴史博物館に保管されている。 後期のトラキア人の部族がこの地域に住み、地域は高度に文明化された。彼らは太陽と地球の神々のための神殿を建造した。クルジャリ北西の年古墓では2001年に人造の洞窟が見つかった。洞窟は女性の子宮の形になっていた。ちょうど正午の最も太陽が高くなる時点で太陽光が岩のスリットから差し込み、 洞窟内に影の造形を作り出す。トラキア人の信仰では、これは太陽の神を表している。この洞窟は天文学的な施設であったと考えられ、太陽光線は年に1日だけ洞窟内に差し込む。この地域には、トラキア人によって建造された多くの岩の城や宮殿があり、ペルペレク、ウストラ、ビシェグラトなどがある。 その中で最も特徴的なものにペルペリコンがあり、これはトラキア人の王が居住していた場所である。この場所は考古学的調査の進展によって次第に有名になり、さらに多くの遺物が見つかっている。ビザンティン帝国時代、クルジャリはキリスト教を受容した。セングジュアライヨアン修道院は6世紀から8世紀頃に、 建てられ、中世の建築の重要な遺産となっている。クルジャリの名前は、オスマン帝国の文献に、初めて登場する。この古称は、オスマン帝国の軍の指導者、クルジャーリに由来し、クルジャーリはこの地域を14世紀に征服した、人物である。町はその地理的な条件のために、オスマン帝国時代の交易路として発展した。しかしながら、町自身は、 何の産業もない小さなものに泊まり続けた。18世紀には、トルコ人の山賊がこの地理的に孤立した町を逃げ込み、拠点、補給場所として利用し、町は彼らの指導者の名で知られた。最もよく知られている山賊の指導者に、パズバントウールオスマンパシャがあり、ブルガリア北東部とドナウ川川口地域の大半を1807年まで支配した。 クルジャリとその周辺の地域は1878年にベルリン条約によりオスマン帝国の自治州である東ルメリ自治州に編入された。ブルガリア公国と東ルメリ自治州が1885年に合併した際には町は再度オスマン帝国に編入されエディルネ州のギミュルジネ県の一部となった。オスマン帝国による統治は 第一次バルカン戦争によって終わりを迎え、ブルガリアの将軍バシルベロフによって1912年10月21日に解放された。この日は1937年以降、年ごとに祝われ、コンサートや記念行事が開かれる。クルジャリは1949年にクルジャリ州の州都となった。2001年の国勢調査によると、 クルジャリー基礎自治体の人口は69,830人であり、長自体の人口は45,729人である。その後の推計では、それぞれ119,978人及び76,232人とされたが、これらの推計は、住所登録に基づいており、実際の人口を反映していない。他方で、国勢調査は、 実際に居住している住民を元にしている。1989年には人口は5万9000人であったと推定される。1913年以前はクルジャリの人口のほぼすべてが民族的にはトルコ人であったが東トラキア及び西トラキアから難民としてブルガリア人が流入しロマもクルジャリに居住している。 いくらかのトルコ人は1913年以降、ブルガリアの占領に対して、直ちにトルコへ脱出した。自発的、強制的、あるいは、ブルガリアとトルコの条約によって、1913年から1989年までの間もさらにトルコへの人口流出が続いた。ブルガリア人は、ブルガリア国内の他地域から、あるいはトラキアからの難民として、 ブルガリア国外からクルジャリに流入した。ブルガリア政府の支援を受けたトルコ人の強制的なブルガリア化政策復興プロセスによってトルコ人の街からの流出は1989年に特に激しくなった。1990年以降、脱共産主義化によるブルガリアの経済状態の悪化によって多くのブルガリア人の家族がこの地域を去り、 ブルガリア国内のより経済状態の良い場所や国外へと脱出した。経済危機は街のトルコ人にも大きく影響を及ぼし、またトルコへの人口流出の波が訪れた。クルジャリ州は2006年の時点でブルガリアで最もトルコ人の人口比率の高い州となっている。2003年の時点ではクルジャリ基礎自治体の人口の62%はトルコ人。 31%はブルガリア人、3%はロマを自認している。超自体の人口構成については不明であるが、ブルガリア人とトルコ人の人口はほぼ同数であると考えられている。州政府はトルコ人の少数民族政党である権利と自由運動が多数派を占めている。ブルガリア議会には州の5人の大議士が送り込まれている。 1989年12月から1990年1月にかけてのクルジャリにおける反トル個人的な法制度の自由化に関する一連のデモが起こった。主要な課題の一つは、州の学校においてトルコ語を選択科目として教えるか否かの論争であった。これに抵抗し、トルコ人の生徒らは母語であるトルコ語の禁止が解除されるまでの間、 学校をボイコットした。かつてクルジャリーは、タバコ生産の拠点であったが、経済的理由により、共産主義時代の一部では、工場は稼働停止していた。鉛とアエンコの大規模な埋蔵によって、町は、夜勤、機械生産産業の魅力的な拠点となっている。個人向け売買と、サービスが、地元の産業の大きな比率を占めている。地域には、多くの文化的、 自然資源があるため、観光にも向いた土地になっている。トラキア人の町ペルペリコンは、町の近くの渓谷沿いの高い岩山の上に、築かれている。それは岩を切り開いて作られている。11世紀のセングジュアライロアン修道院は、町のベセルチャネ地区にある。修道院は2000年に改修され、新しい修道が建てられた。 街の時計塔はブルガリアでは独特のものであり、毎時ごとにブルガリアの革命の曲を流す。クルジャリ歴史博物館は、ブルガリア南部では最も豊富な展示を有する博物館の一つである。クルジャリ歴史博物館には、トラキア人の街ペルペリコンやタトゥルから採取された、有史以前の道具や陶器、キリスト教のイコンや民族史学的展示を持っている。 博物館は1870年頃のトルコの町役場、コナクにある。クルジャリダムは夏季になると多くの屋外レストランがあり、多様な飲み物やカクテルが提供される。クルジャリダムはウォータースポーツや釣りの愛好家に人気の場所となっている。町には2つの劇場、ティミタルディモフとカドリエリアティフォバがあり、人形劇場、歴史博物館、マドラサ、ガロウがある。 クルジャリの町から 5km 離れた村ジムゼレンの近くにはバッドランドがあり、業界岩の侵食により形作られた白い柱状の岩が連なっており、クルジャリピラミッドとして知られる。それらの岩はその形によって命名されており、それぞれマッシュルーム、岩のウェディングなどの名前で知られている。アルダ川には2つの主要なダムがある。ストゥデン・クラデネツダムは、 クルジャリの東に、クルジャリダムは西に位置している。町は2つのダムに挟まれている。ストゥレン・クラデネツダムの上流部分は、町の中の古い橋のところにまで及んでいる。クルジャリダムの貯水庫には、ヨーロピアンパーチが導入された。これは、オフチャリツァダムから持ち込まれた。このダムは1970年代に始まり、ナマズが導入されていた。また、 4万5千の恋も後にダムに導入された。クルジャリは以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる。クルジャリ基礎自治体にはその中心であるクルジャリをはじめ以下の町村が存在している。ありがとうございます。